気になっちゃうみたい、気になったのできました。だってそう、なんか私の切り抜きを見て フォローしてくださった方めちゃめちゃ多くて、なんかいいのか悪いのか分かんないんですけど、ありがとうございます。そう、なんか切り抜き見てきた方がめっちゃ多いんですよ。で、これはね、久しぶりにね、ショールーム、今、もういつぶりかな？結構久しぶりだよね、私ショールームするの。自分も。そうですよね。ちょっと笑っちゃう。13日にしたんだ。じゃあ結構久しぶりか。そう、だから久しぶりに配信して、で私今花粉症でちょっと目が赤いんですけど、気にしないでください。目が赤いんですけど気にしないで。いや、目赤いの、ここ。あとちょっとあんまりメイクしてないんで、ちょっと今日は近づかないです。何の切り抜きを見たんだ？みんな何の切り抜き見てきたんですか？そんな変なこと言ってたかな？でね、髪の毛もちょっとボサボサなので、あまりよろしくないんですけど 男の子は寒いと縮むから、え、何それ、そんなん言ったっけ？いつのってか 寒いと小さくなる男ってどういうこと？あ、え、そうだ、私みんなに謝らないといけないことがあって、私みんなに謝らないといけないことがあるんですよ。みんなに謝らないといけないことがありまして、私がおすすめしたいなり寿司の話なんですけど、すいません、聞こえますか？聞こえる？え、じゃあ多分今のはバンではないと思うんですけどね。バンなのかな？多分単純に電波が悪かった だってバンされることもしてないしね。目が痒いけど書くの我慢します。9時からの情報漏らして、漏らしてない、漏らしてない、漏らしたところでね。今日はこのショールームのために仕事頑張ってから、電波頑張ってくれて、かわいい え、キモかった今の時間。ひなこちゃん監視対象者でもなってそうだよね。なんかちょっとなってそうで、なってそうだわ。
でも変なこと言ってないんで。でね、さっきのお話の続きはしたいの。私がさ、もしかしてこの話はダメ？え、この話ダメなの？もしかしてやっちゃんこの話ダメやった？え、マジ？じゃあ、じゃあ試しに行ってみてね。だって別に普通の話なんだけど、なんか私が前に、なんかさ、ちょっと高級な稲荷寿司があるって言ったじゃないですか。でみんなにねおすすめしたの。ここのお店にある稲荷寿司が美味しいから買ってみてねっていうのをね、おすすめしたっていうのを多分知ってる人、覚えてる人覚えてると思うんだけど、それがその、あの、私そういう合間のないときのことがあって、なんかね、明治屋にあるって言ったの私。ちょっと違いました。そりゃないわな。だってみんなさ、私がさ明治屋にあるって言ってもさ、なかったよっていう報告しか来ないからさ、本当にあるんだけどなって思ってたんだけど、明治屋じゃなかったです、ごめんなさい。明治屋じゃなかった。つい最近も食べたよ。めっちゃ美味しいの。ちなみにどこかって言ったらライフにあるみたい。ライフにその私が行ってた高級いなり寿司が、高級なお稲荷さんあるみたいで、めっちゃ美味しいんです。普通のスーパーで行くとあ、そうなの。いや本当に多分ライフだよね。それも違ったらどうしよう。え、違うの。だからさ、なんかね、紙に包まれてるの、お稲荷が紙に包まれてて、金の、黄色の、金か黄色の、金じゃない、黄色かな。でその紙に包まれてるやつは細長いお稲荷ね。でなんか一口サイズのもあって、金の紙じゃない、金じゃない、黄色だ、金のお稲荷じゃない、黄色。いくらくらい？まあ、ちょっといくらかな、あんま覚えてないんだけど、そう、今日ね電車で乗り過ごしちゃうなっちゃって危なかった。この後9時から情報解禁される？はい、されるみたいですね。でもまあ、でもまあっていうのもあれだけど、まあはい、まあまあ。でそれで、ね、なんか最近何があったっけ、ショールームしてない期間のさことをさ話したいじゃない。
え、なんか暗いよ、なんかあった、暗いかな、波動出てたね、だって、あ、波動出たな、またね、メガネがたくさんいた。そうでね、波動の時もやっぱりボールをね集めないといけないから、ボール集めてすごく大事なのね。だから干渉です、干渉ですか、干渉です、うん、でそれね、私はボールを集めようと思って、もういろんなところにもう何でもやるんでお願いします言ってたの、ファンの人に、もう本当に何でもやるんでお願いします、何でもやりますって言ってもらいに行ってたんだけど、全然集まんなくて、ボールって何、ボール袋くっつくよね、あ、そう、私服グラビアはやったね、そうだから何でもやりますって言ったんだけど集まんなくて、なんかそうなので、本当に何でもやりますって言ったらさ、普通渡すよね、グラビアやりますって言っても渡すよね普通、でも渡さない人いたんです、あ、メガネの人くれたな、くれた人の気持ちは大事にしないよ確かにそれはそう、いやでもそのね、グラビアするなバカタレって言われちゃった、ヤッホー、しまるちゃんから見てるようだって、同じだ、ありがとう、元気ですか、だって元気です、弟くんの声ね聞こえたよね、やっぱりそう、今ね弟とねお姉ちゃんがねいるからね、あ、え、ちょ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 、え、今配信してる、あ、来ちゃった、今弟が来ちゃった、ねえ、
待機席の近くの人とケイメンが話してたの本当に面白かった。お代理がね、なんかファンの人と友達になってたの。そうっていう、初めてしたけどコメント欄おもろいね。だってコメント欄おもろいっしょ。あと4分後に発表ですよ。だってあ、じゃあぜひあの見たい方は見ていただいてそのねファンになっていいですか。だってぜひ明日がテスト最終日なんだ。だってあ、今テスト期間なの。お疲れ様、頑張って泣いてる。だって泣いてない、花粉症なのよ。抜き抜きましたって何初見です。だってありがとうございます。目がかゆい、目かゆいのよ。目かゆくないのみんなみんな目かゆくないの。指きれい？うん、すごいすごい。ここって絶対に笑ってはいけないの会場かな。え、そんなことないですよ。てか笑ってないしね。いつから花粉症になったの。去年かな、一昨年ぐらいから花粉症になりました。うわ、あと1分だって。あ、あと1分でなんかあるみたいですね。おい、あ、ごめん。花粉も花粉症の人も毎年増えてるらしい。あ、そうなんだ。私もだもん。9時になるって。あとちょっとね。9時になって言っていいのじゃあ私いやでもちゃんと見た方がいいかもね分かんないけど。そのお店はお稲荷さん以外も売ってはもちろん。韓国は寒すぎて。あ、9時になった、9時になった、9時になったって。9時になったということで私から発表させていただきます。AKB48 はとかじゃなくてちょっとちゃんと見に行っていただいて。
通にコメント読むのやめるの。読めてないよ。ひなこちゃん何を知ってる？あ、それはね、あの一応ね知ってはいるんですけど、ちょっと顔丸くない顔韓国は、あ、間違えた。今日はヒートテックにならないの？暑くない？ねえ、ヒートテック着てないな、今日。チヂミが美味しいんだって。チヂミ美味しいよね。私もチヂミ大好き。チヂミはが、すいません、戻ったかな。今日ちょっと電波、あのさっきまで、あの iPad で配信してたんですけど、ちょっとね iPad は調子が悪いみたいなので iPhone からします。画質良くなってる？じゃあこっちの方がいいね。切り抜き書きました。何の切り抜き見ましたか？もう聞いちゃう。 YouTube 書きました。何の YouTube 見たんですか？そう、なんか変わるみたいですね。はい、YouTube やってるんですか？だって YouTube はやってないんですよ。私がだって、もし YouTube やったら見てくれます？おすすめ
切り抜き、私切り抜き見ないからな、何が上がってるか分かんないんだよね。だって自分の切り抜きとか見たくないやん。YouTube 見ますだって。マジ？本当見てくれる？生配信なら、生配信ならってな。最近前に行ったよ。TikTok はね、なんかまあやってるっていうと投稿してないの。ゲーム配信してほしい。ゲームうまかったよ。うまくないです。グラビアの切り抜きおすすめ。そうでも そうグラビアありますってハードの時に言って、でもあれだったんだよ、リアル話会来たんだって。来ました、ついに。最近のこちゃんに変態洗ってありますが、私は正常です。そう、最近ね、目が出たら言っちゃうんだよね。山田京子さんとの酔っ払いコント。え、何酔っ払いコントって。酔っ払ったことない。そう、握手会復活、みんなに来てね、ぜひ。対面話かどの話か両方、あ、そうそう、両方ある。ぜひ来てください、待ってます。サンリオ行く行かないよ、視聴者を、あ、あー、あー、はいはい、あれね、絶対行きますだって、待ってます。何時まで配信だって、そろそろ終わろうかな。タイミングあるの、いか、タイミングあるよ。来てね。お話し会でも言っていいって。まあでも、全然いるんで、言ってくる方。アクリル越しなんじゃないかな、多分。いるんかいって。いるよ、そりゃね。別にいいけど。そうなので、ツンデレ、ツンツン、デレデレ、ヒノカンデレ。いや、私なんだろう、趣味なんですか。趣味は趣味は観察することです。声渋いですね。あ、よく言われる、声低いよね私って。
何を、待って、どういうこと、何をってどういうこと、ちょっと待って、いや普通に人間か、あ、私、あ、ごめん、私が悪いね、今の人間観察です。そう、私ね、カフェとかでよく人間観察するの好きなんだよね。よく外でも観察します。声好きです。え、声好きですってあんま言われたことない。こんなちょっと低い声だから人間の、あのね、人間の観察をするのが好きなの。人間のどこをとかじゃなくて、カフェで何飲む？最近はでもロイヤルミルクティーのホットとか ちょっと大人っぽい。おでこ好きですって嬉しい。いや、なんか人間の何をどことかじゃない。この人太ってるなーとかってこと、違うよ、そういうのじゃなくて違う、今まで観察していっちゃ面白かった人。そうだな、なんかちょっと大きい人がいたんですね。ケーキとか一緒に食べない、ケーキ食べたい。なんかカフェに入った時に違う違う、そのなんていうの、身長が高い人がいて、ちょっと話変えよう。最近何があったかな、最近は、あ、焼き鳥食べました。みんなは何を食べました？みんな何を食べたの最近。私は焼き鳥、タレ派です、タレ派。今日カレー作って食べたよ。ビッグマック食べた。カキとイカとタラ。高い2つ。ひな粉を食べてみたい。どういうこと？どういう意味の？もう現実的にリアルに、もうこの、こう紙、その紙、かじ、紙付き台ってこと？
じゃあ、鬼滅の刃の映画見ました。上限集結みたいな、めっちゃ面白かったな。ひなのんと見たの。花粉症です。ちょっと待って、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 うん、じゃあ、今4444人ということで、キリがいいということで、そろそろランキング読みましょうかね。私は悪くないですよね。はい、チラスは食べてないの。あ、やばいやばい、お尻が、お尻がの感覚はない、やばいやばい。いや、そのね、あとお尻の感覚マジ、え、お尻の感覚ない、どうしよう、すごい感覚ないってこういう感じなんだ。で、みんなライフにいなり寿司があったら写真送ってきてね。じゃあ、そうそうそう、ライフ、スクショタイムしとこう。待って、じゃあどうやってランキングもね。13位ピンク画面さん、ありがとうございます。12位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。11位ポムさん、ありがとうございます。10位クロコディウインナーさん、ありがとうございます。9位ムムさん、ありがとうございます。8位マコトさん、ありがとうございます。7位ベロベロチアさん、ありがとうございます。6位カッチャートマークひなこしさん、ありがとうございます。5位電車さんとマーク白メガネ、白メガネありがとうございます。4位プチーニさん、ありがとうございます。3位あゆちゃん、ありがとうございます。2位君が落としたまゆじさん、ありがとうございます。そして1位は WY アットのきなこしさんでした。 WY さん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっともう笑っちゃうわ。そういえばアドノグラベストってどうなったの。一応言うと、あのね、まあオファーはまあ、なんて言ったらいいんだ。でもみんなボールくれなかったんで、
明日配信するって言われてる。配信見たい？みんな。明日とか見たい？ボール2つしかないの。いや、いやあるでしょもっと。何個もらっ、あ、そういうことね。はい、じゃあなのでね、今日はなんかすごいでした。とりあえずじゃあまたショールームやるときは時間教えますね。バイバイ、見てくれてありがとうございますバイバーイ。いつもこうじゃないです。バイバーイ、またねー。バイバイ。